アルバロンガは古代イタリア半島中部のラティウム地方にあったとされるラテン人の都市国家。ローマの南東アルバーの産地に位置したと考えられている。その名はラテン語で長く白い都市を意味する。ローマの建国伝説によればトロイアの英雄アエネアスはイタリア半島に到着後ラティウムの王ラティヌスの娘ラヴィニアをめとって紳士、ラヴィニウムを創建したとされる。 その子アスカニウスがラヴィニウムを義母、ラヴィニアに譲った後建設した都市がアルバロンガである。アスカニウスの後アルバの王位はアエネアスとラヴィニアの息子のシルウイウスが継ぎ、以降アルバの王家はシルウイウスを名乗った。アスカニウスから数えて12代目の王プロカの死後、その息子のミトルとアムリウスの間で王位継承の争いが起こり、弟のアムリウスが王位を散脱する。 しかしヌミトルの娘レアシルいヤの産んだ双子の兄弟、ロムルスとレムスは祖父の福井に協力し、アムリウスは倒されヌミトルがアルバオとなる。双子の兄弟はアルバの住人の一部を引き新たな都市を作るためアルバを去り、紀元前753年にロムルスによってローマ氏が創建された。ローマの三代目の王トゥルス・ホスティリウスは戦争を好む人物で、 アルバロンガに戦争を仕掛けた。この時のアルバの王はガイウス・クルーイリウスであった。クルーイリウスはローマの近郊にまで進軍して陣を構えたがここで急死し、その後はメッティウス・フフェティウスが指揮を担当した。その後有名なホラティウス三兄弟とクリアティウス三兄弟による決闘が行われてローマ側が勝利し、アルバはローマに従った。しかしメッティウスは やがて戦場での裏切りを格索した末に処刑され、ホスティリウスによってアルバは破壊された。アルバの住民はすべてローマのカエリウス級に移された。この移住の際、ユリウス氏族をはじめとする多くのアルバの貴族が、ローマの貴族に加わり、かつて、ティトゥス・タティウスのサビニ人たちが、ローマ人と統合したように、アルバ人もローマ人と一つになったと言われている。 アルバロンガの王の名前は、初代アスカニウスとそれに続くシルイウス、ローマ創建直前に登場するロムルスのソソフプロカ、アムリウス、ヌミトルの名前と順番は動かないものの、その間に登場する他の王については、複数の伝承がある。ベルギリウスでは、アスカニウスとシルイウスの後、特に順序を指定せず、プロカス、カピウス、ヌミトル、シルイウスアエネアスの名を挙げているのみである。 オイディウスは、プロカまでに、アスカニウス、シルウィウス、ラティヌス、アルバ、エピトゥス、カピウス、カペトゥス、ティベリヌス、レムルス、アクロタ、アウェンティヌスの名を挙げている。このうち、レムルスとアクロタは、兄弟で、兄が、レムルスとしている。ティトゥス・リウィウスの伝承では、アスカニウス、シルウィウス、アエネアス・シルウィウス、ラティヌス・シルウィウス、アルバ、アティス、カピウス、 カペトゥス、ティベリヌス、アグリッパ、ロムルスシルイウス、アウェンティヌスとなっている。ハリカルナスソスのディオニュシオスでは、アスカニウス、シルイウス、アエネアスシルイウス、ラティヌスシルイウス、アルバス、カペトゥス、カピウス、カルペトゥス、ティベリヌス、アグリッパス、アンロディウス、アウェンティヌス、プロカスとなっている。カステル・ガンドルフォは、長らく、アルバロンガに否定されてきた。従来、 アルバロンガは、ローマ南東約3 0トルに位置するアルバーの湖周辺にあるカステルがンドルフォと考えられてきた。しかし、最近の考古学の成果によると、アルバーの産地は人口の多い豊かな産地であったが、住居地は分散している。そのため、今日では、アルバロンガは、集落の連名を指す名称に過ぎず、中心となる都市は存在しなかったと考え、 アルバロンガは存在しなかったと主張する研究者もいる。古くからラテン人の間では、例年、アルバーの産地にあるカーボ山山頂の神殿でユピテル・ラティアリス神を祀るアルバ連盟の大祭が模様されていた。この大祭がアルバーの産地にアルバロンガがあったと想定させたようである。古代の人々がアルバロンガの候補地として、 いくつかの異なる地位を挙げている事実は、上記の考古学の成果と一致している。ありがとうございます。